こんにちは、グテーのトンジローです。今回はサブタイトルで英語を言ったら放送終了のその他の東映ヒーロー編ということで、メタルヒーローシリーズなどの各作品がどこまで放送できるか検証してみたいと思います。それでは行ってみましょう。サブタイトルで英語を言ったら放送終了、東映ヒーロー編、宇宙刑事ギャバン、第1話、東京地底の海洋祭、第2話、盗まれた日本列島、第3話、大変だ、黒星博士のベム計画を阻止せよ。ベムというのは昔の SF でよく使われたワードで、宇宙人や宇宙生物を意味するのですが、これはバグアイドモンスターの略なので、つまり英語ですね。3話で終了。宇宙刑事シャリバン、第1話ゲンム、第2話魔界ニュータウン、2話で終了。宇宙刑事シャイダー、第1話不思議界、第2話踊れペトペト、第3話アニー応答なし、第4話犬になった子供たち、第5話突然怠け者、第6話不思議料理の逆襲、第7話見たかギャル変幻、7話で終了。ちなみにギャルは日本で独自の意味を持つようになりましたが、元はガールの俗語として普通に英語にある語彙です。巨獣特捜ジャスピオン、第1話巨大怪獣の惑星、第2話悲しみの超電子星サクラ、第3話守れ銀河少年の夢、第4話第3惑星に進路を取れ、第5話ほらあれが倒産星だ、第6話子供獣と子供たち、第7話怪力岩ゴリラの大逆襲、伸ばし棒を入れたくらいじゃ見逃されないでしょう。7話で終了。時空戦士スピルバン、第1話ペアでドッキリ、コンビで決勝、1話で終了。超人気メタルダ、第1話急げ百鬼魔界へ、第2話世は神ネロスなり、第3話ノウサギへの愛にハンマー男弁慶が涙する、3話で終了。世界忍者戦ジライア、第1話ジライア対妖魔一族 VS って書いてあるけど、これは明らかに英語の VS なのですが、ご存知のように東英語でこれはタイと読むので、まあ見逃してあげてもいいでしょう。漢字に英語でルビを振るのがアウトなら、逆にアルファベットに日本語を当てるのはセーフってことで、第2話常人フクロウ男爵、第3話浪人ハブラムの秘宝、第4話破れカニンチャンカンフーの幻術、第5話奪われた時効真空剣、第6話謎の謎は謎謎、第7話ジャングルのハンター住人マクンバ、7話で終了。機動刑事ジバン、第1話僕のかわゆい少女ボス、1話で終了。特警ウィンスペクター、第1話赤ちゃん暴走、第2話笑うラジコン弾、ラジコンはラジオコントロールの略で英語です、2話で終了。特急指令ソルブレイン、第1話東京上空 SOS、 1話で終了。特捜エクシードラフト、第1話死の幼稚園バス、1話で終了。特捜ロボジャンパーソン、第1話謎のニューヒーロー、1話で終了。ブルースワット、第1話ビギニング、1話で終了。余談ですが、本作は当初はサブタイトルを英語縛りにしていたものの、早々にテコ入れが入り、第2クール以降はずっこけ新隊員とか突撃じいちゃん魂とか何でもありになったことで有名です。重工 B ファイター、第1話昆虫戦士だ、第2話踊る人間狩り、第3話出た昆虫メカ、3話で終了。 B ファイターカブト、第1話2代目は高校戦士、第2話三葉虫は放課後誘う、第3話目覚めよ新マシン、3話で終了。 B ロボカブタック、第1話よろしくカブ、第2話メイクドラマだカブ、2話で終了。鉄腕探偵ロボタック、第1話犬も歩けば名探偵、第2話助けた亀の恩返し、第3話瞑想巨大スゴロク、第4話進め少年探偵団、第5話怪盗チェリー現る、5話で終了。ということで、メタルヒーローの最長はシャイダージャスピオンジライアの7話、平均終了話数は 2.94 話という結果でした。ウルトラよりは長く、戦隊よりはかなり短いという感じですね。ではその他の主要な東映ヒーローについても見てみましょう。仮面の忍者赤影は明らかに横文字は出てこないので殿堂入りとしまして、ジャイアントロボ、第1話大怪獣ダコラー、第2話大魔球グローバー、第3話宇宙植物サタンローズ、3話で終了。スキスキ魔女先生、第1話決闘スズメが丘、第2話トンテンカントンチンカン、第3話私を食べないで、第4話ソクラテス大いに怒る、第5話いじっぱりハモニカさん、5話で終了。超人バロムワン、第1話悪魔の使い深海魚人起こ
コゼルゲ。第2話、呪いの怪人フランケルゲ。フランケンはドイツ語圏の人名由来なので、まあスルーで。第3話、恐怖の細菌魔人イカゲルゲ。第4話、吸血魔人ケラゲルゲ。第5話、発狂魔人ミイラルゲ。ミイラはポルトガル語から入った語彙で、英語ではマミーですね。第6話、海湾魔人エビビルゲ。第7話、変化魔人アンゴルゲ。第8話、毒液魔人ナマコルゲ。第9話、冷血魔人クモゲルゲ。第10話、地震魔人モグラルゲ。第11話、毒ガス魔人ゲジゲルゲ。11話で終了。変身忍者嵐。第1話、猛獣怪魚忍者毒ウツボ。第2話、怪炎忍者マシラ現る。第3話、呪いの容器鬼火マムシ。第4話、怪人マンジカマイタチ。第5話、恐怖猫マンダラ。第6話、怪奇シビトフクロウ。第7話、妖怪トゲナマズ。第8話、怪人狂い毒牙。第9話、幻怪人カマキリガラン。第10話、死を呼ぶ吸血ムカデ。第11話、血毒のダニの毒盛り鉢。第12話、地獄の怪人ゲジゲジマ。第13話、お化けクラゲだ血車潜水艦だ。第14話、血車怪人集団総攻撃。第15話、血毒の船ザリガニ機。第16話、ロボット飛行ダコ大作戦。16話で終了。さすがに長持ちしましたね。なんでこの作風でロボットが出てくるんだよ。人造人間機械だ。第1話、恐怖のグレイサイキングは地獄の使者。1話で終了。キカイダー01。第1話、無敵人造人間01誕生。1話で終了。ロボット刑事。第1話、バドーの殺人セールスマン。1話で終了。イナズマン。第1話、恐怖の新人類バンバの挑戦。第2話、危うし少年同盟呪いの水。第3話、黒い死を呼ぶファントム地獄。3話で終了。イナズマンフラッシュ。第1話、恐怖のガイゼル総統と謎のデスパー軍団。デスパーどうします？明らかに作中視点でもデスとエスパーの掛け合わせだと思うんですけど、まあいいや、見逃してもどうせ次で。第2話、戦慄のサファリ海中大作戦。2話で終了。頑張れロボコン。第1話、オイラロボットロボコン。第1話で終了。正義のシンボルコンドールマン。第1話、コンドールマン誕生。1話で終了。アクマイザー3。第1話、なぜだザビタンの反逆。第2話、なぜ死んだザビタンの母。第3話、なぜだガブラが消えた。第4話、なぜだイビルの裏切り。イビルは悪魔族の人名で、作中の誰も英語と思ってないでしょうからスルー。第5話、なぜだ戦わぬザビタン。第6話、なぜだガブラの大逆転。以降一向に英語が出てこないので、ちょっと30話まで飛ばします。第31話、なぜだ地獄からの挑戦状。第32話、なぜだ悪魔の逃亡者。第33話、なぜだザビタン釜茹で。第34話、なぜだニータスさんはヘノヘノモヘジ。本当になんでだよ。第35話、なぜだ人間がロボットに。35話で終了。やはりロボットは全てを解決する超人ビビューン。第1話、妖怪退治だ超人登場。第2話、沼から虎がリサを救え。第3話、砂に消えた呪いのハイウェイ。3話で終了。宇宙鉄人兄弟。第1話、万歳兄弟ロボット。1話で終了。ザ・影スター。第1話、影帽子レインボー作戦。1話で終了。忍者キャプター。第1話、東京タワーに立つ7人の忍者。1話で終了。解決ズバッと。第1話、さすらいは爆破の後で。第2話、炎の中の渡り鳥。第3話、悲しき純金の天使。第4話、涙の的中突破。第5話、花売り少女と白い粉。第6話、海に吠えるマシンガン。6話で終了。大鉄人17。第1話、謎の鋼鉄巨人。第2話、地上最大の巨人頭脳。第3話、消えた17、謎のヘルメット。3話で終了。東映版スパイダーマン。第1話、復讐の時は来たれり、撃て鉄十字弾。第2話、怪奇の世界宿命に生きる男。第3話、怪盗001対蜘蛛男。3話で終了。星雲仮面マシンマン。第1話、教科書真っ白事件。第2話、涙は虹色のダイヤ。2話で終了。兄弟剣バイクロッサー。第1話、嵐を呼ぶ兄弟戦士。第2話、ダイヤを好む帝王。2話で終了。え、2作続けてダイヤで会うと。超高戦士シャンゼリオン。第1話、ヒーロー俺。1話で終了。燃えろロボコン。第1話、大当たりロボコン城全開。1話で終了。美少女戦士セーラームーン。アクト1、私がセーラームーン。1話で終了。非公認戦隊秋葉レンジャー。第1話、痛さは強さ。第2話、再起する痛恨が呼ぶ赤き妄想のフルブラスト。2話で終了。非公認戦隊秋葉レンジャーシーズン2。第1通妄想対戦。第2通妄想中華。第3通
妄想剣劇、第4通妄想女神、第5通妄想輸入、第6通妄想ニャンニャン、第7通妄想患者、第8通妄想尾藤、第9通妄想2号、第10通妄想枕語り、第11通妄想墓地、第12通妄想使徒、最終通妄想周辺。おお、全話放送完遂。やっぱり漢字縛り系は強いですね。ザ・ハイスクールヒーローズ第1話、真っ赤なヒーロー誕生、青春逆転ホームラン、1話で終了。ということで、主要な東映ヒーローの中では、話数ではアクマイザー3、完走率ではアキバレンジャーシーズン2がヤバいという結果でした。最後に東映不思議コメディシリーズについても簡単に見ておきましょう。ロボットはっちゃん第1話、スーパーおじんのバラバラマンで終了。バッテンロボ丸第5話、タイムマシンでちゃんちゃんバラバラで終了。ペットントン第1話、 ET の不思議な落とし物で終了。ドキンチョネムリン第3話、不思議なブローチで終了。勝手に神タマン第2話、突然トロピカル神社で終了。モリモリボックン第1話、登場不思議ロボットで終了。思いっきり探偵団ハード組第7話、僕のパパは摩天楼で終了。ジャーマン探偵団マリン組第3話、父さんはライバルで終了。魔法少女中華なパイパイ第11話、シンゴのガールフレンドで終了。魔法少女中華なイパネマ第9話、ノーブラ日本で終了。ノーブランドのことですからね、念のため。美少女仮面ポアトリン第5話、犯罪者ドクターブーで終了。不思議少女ナイルナトトメス第6話、チョコレート好きな悪魔で終了。歌う大竜宮城、こいつだよ問題児は。第1話カメ、第2話タコなど魚介類の名前だけのサブタイトルが延々続き、第46話シーラカンスでようやく終了。やっぱりタイトルに何らかの縛りを設けている作品はハマれば激強ですね。有言実行シスターズシュシュトリアン第1話、涙の妖怪ザ・お正月で終了。日本人が定冠詞の意味も考えずに使いたがるザは果たして英語と言えるのかという嫌味なツッコミはありますが、まあこれこそ当事者は英語のつもりの最たるものですからね。いや、とりあえず字だろ。ということで、メタルヒーロー&その他の東映作品編でした。この動画も好評だったら、あと1回くらいその他の特撮作品でもやってみたいと思います。皆さんもやってほしい企画のリクエストなどあれば、ぜひコメント欄に書いていってくださいね。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。この動画のシナリオは後ほどメンバーシップの限定投稿にて公開いたします。特撮指定の活動はご覧のメンバーシップの方々と動画を見てくださる全ての皆様の応援によって支えられています。このチャンネルでは今後も特撮に関するいろいろな動画を投稿していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。サブチャンネルもありますので、よろしければそちらも合わせてご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。特撮女子パンダの代理で宇帝の豚次郎がお送りしました。